1942年から1944年までの大西洋の壁大西洋の壁は第二次世界大戦中にイギリス本土からの連合国軍の進攻に備えてナチスドイツによってヨーロッパ西部の海岸に構築された 2685km に及ぶ広範囲な海岸防衛線である大西洋の壁はジークフリート船を設計したナチスドイツ軍受賞 フリッツ島と率いる島と機関が壁の計画、構築を担当した。何千人もの労働者がドーバー海峡に面するベルギー・フランス海岸への防衛線構築に従事した。しかし、資材不足等で構築は完成どころか、さほど進展もしなかった。一説には、西方総軍総司令官ゲルト・フォン・ルント・シテット、陸軍元水はドイツ敗北を見通しており、 この防衛線構築は、無意味で、真剣に取り掛かっても完成するとは思えない、としていたから、ともある。ホッチキス・エメリー1914へ、機関銃を装備した第158予備士団の、沿岸防衛部隊エルビン・ロンメル陸軍元帥は1944年初め、壁の防御改善を任命された。ロンメルは既存の防御線が、見せかけだけであることを見抜き、 フランス北西部の B 軍集団司令官に着任してからは直ちにその強化を始めた。ロンメルは連合軍進行は水際で阻止しなければならない。さもなければドイツの敗北は必死と固く信じていた。彼の指揮下、コンクリート製統治下が海岸及び内陸部に添い構築され、機銃、対戦車砲、軽野砲が収納された。海岸部には地雷原及び 対戦車障害物、チェコのハリネズミを設置、海岸沖には、嫌雷と障害物が付設された。それらは、連合軍の上陸用集艇を着岸前に損傷、破壊するためのものであった。連合軍上陸まで、ドイツ軍は、フランス北部に600万個の地雷を付設した。多くの機銃座と地雷原が、海岸から内陸に続く道に沿い設置された。 パラシュート部隊やグライダー着陸に適した土地には、ロンネルのアスパラガスロメルスパーグルと呼ばれた傾斜した、杭や鉄柱を打ち込み、降下部隊は戦う前に損害を出すようにした。また、水を引き込み、沼地を拡大させたり、川口部を氾濫させたりした。また、未成に終わった H 級船監視法に使われる予定だった16インチ法を転用した沿岸防御砲が配置されたが、 10問中7問がノルウェーに配置され、実際に連合軍が上陸したフランスに配置されたのは3問のみであったが、これは連合軍がヨーロッパ上陸作戦はノルウェーで実行するという偽情報を流しており、これにドイツがまんまと騙されたためである。大西洋の壁は結局完成しなかった。1942年から1944年に、かけ、砲台、統治か、 地雷原よりなる壁は、フランス・スペイン国境からノルウェーまで及んだ。多くの統治下が、現在もシュベ人間の近く、ハーグ、ノルマンディに存在する。第二次世界大戦後統治下のいくつかは、海岸の砂に埋もれた。また、無用になったこれら統治下は政府によって、爆破処理された。チャンネル諸島のうちフランスに、最も近いオルダニー島の防御は特に強化された。 ヒトラーは大西洋の壁に使用される鉄鋼及びコンクリートの1割をチャンネル諸島に使用するよう命じた。それはイギリス領を支配下に置いていることのプロパガンダのためであった。コンステレーション作戦などチャンネル諸島奪回の作戦が提案されたこともあったが、連合軍はその重防備から島の攻略を回避し、ノルマンディ上陸後も島を解放しようとはしなかった。 そのため、チャンネル諸島のドイツ守備隊が降伏したのは、ドイツ全軍が降伏した翌日の1945年5月9日であった。オルダニー島の守備隊は5月16日まで降伏しなかった。新機嫌者、青木シュゲルチョ、第二次世界大戦ヨーロッパ戦線ガイド、ありがとうございます。